今日はカットダイエットが9日目です。もう9日だったんだ、やば。今の体はこんな感じで、今日はすごい疲れております。ちょっと5日間ね、めちゃめちゃハードにオレンジセオリーに行って頑張りすぎてしまったので、ほどほどに頑張ればよかったけど頑張りすぎちゃって疲れちゃってます。で、今日はまあのんびりとチルに行きたいと思いますので、ということで今日はゆったりとのんびりと一日を過ごしていきたいと思います。皆さんおはようございます。りなです。今日はカットダイエット9日目 ?9 日目でございます。もう9日経ったのかな?あれ?なんかめっちゃ時間が経ってる気がする。タイムスリップした。タイムスリップした気持ちだけど。あれ?本当に?まあ多分9日経ったんですけど。はい。今日は土曜日で、私月曜日からね、毎日オレンジセオリーに行って、キートを毎日やって、オレンジセオリーってまあ自分のペースでできるんだけど、私はなんか初めて行き始めたから今週。だからちょっと頑張りすぎてしまって、本当に疲れててですね、もう今日は朝本当起きれなくて、全然なかなかベッドから出れなくて、それですごい時間をかけて今になりました。やっと動けるような気持ちになって、今は10時ですね。いつもだったらもうなんか、はい、ジムに行ったりとかしてるんだけど、それでもう終わって作業とかしてるような時間だけど、今日はもう本当に疲れてて、ただ朝ごはん食べてですごいダラダラしてこの時間になったような感じです。月曜から今日にかけて筋トレは1回しかしてないですね。一応オレンジセオリーってルーティン的には最初にヒートをやって、その後に筋トレ軽くはあるんだけど、30分から25分くらいのまあ軽い筋トレっていうのはやってたんだけど、なんかまあいつもやってるような筋トレとは違うので、軽い重りでたくさん回数をこなすみたいな感じですね。だからあまり筋トレをやったっていう気持ちではないんだけど、だからそう、自分でやった筋トレで言うと1回しかやってないです。まあ一応オレンジセオリーで筋トレはしてたけど、だけどなんかもうがっつり筋トレしたいなっていう気持ちはあるので、今日は朝は起きた時はめちゃ疲れてて、筋トレは今日は休もうって思ってたけど、気持ち的になんかめっちゃなんかなんだろう、筋肉を使いたい気持ちがあるんですよ。だから今日はまあ気分で筋トレをして、明日は完全休息の日にしようかなと思ってます。明日は日曜日だからね、日曜日はもう本当に完全休息の日にして、今日は様子を見て筋トレしに行こうかなって思います。最近ね、私寝る時に三つ編みするのに顔ハマってんですよ。三つ編み、このウェイビーな感じがさ、私は気に入っておりまして、今日はカットダイエット9日目ということで、あと6日間かな、一応やる予定ではいます。で、私このカットダイエットが終わった後にちょっと考えてることがあるんですけど、まあそれはまた後でお話しますね。それでは、今日一日を始めていきたいと思います。多分これからジムに行こうかなって思います。行ってきます。ちょっとジムに行く前にチキンをちょっと仕込んでおきたいと思います。チキンのささみがありまして、このコストコで買ったささみね、テンダリオン、この子をちょっと後でエアフライヤーしようと思うけど、ちょっとだけ味をつけて冷蔵庫に置いておきたいと思います。なんかすごいさ、チキンってチキン臭いですよね。わかんない、アメリカのチキン特になんかチキン臭いんだけど、めっちゃ適当なんだけど、私が最近気に入ってるのはまずレモンを適当にやって、そう、私結構酸っぱいのが好きだから、そう、レモン汁とこれもコストコで買ったスパイスね、スモーキーハニーハバネロっていう感じで、ちょっと辛くないんだけどね、ハニーもあるから。あとはこちらタヒン、これはメキシコのスパイス、チリとライムのスパイスね。そう、これで、まあ結構酸っぱい感じになるかも。酸っぱい甘いみたいな。私はこういう結構酸っぱめのが好きなんでね、だから。ペッパーちょっとだけ。こんな感じで、あとはちょっと揉んで、これをちょっと冷蔵庫で置いといて、で、後でエアフライヤーで焼きたいと思います。私、チキンの中では、ささみが一番好きかもしれない。トレイムメン肉みたいなパサパサ感はあんまないと思うんですよ、私は。こっちの方がジューシーで、で、低脂質で、で、美味しく食べれるから、はい。ささみが好きです。それをちょっと冷蔵庫に置いといて、とりあえず、出かけたいと思います。ほい。待って、外が寒そうすぎてちょっと外に出る気持ちがなくなっちゃうんだけど、マジで寒そう。雪道じゃないよね。道がさ、雪だとちょっとさ、怖いんだよね、滑るから。せっかく土日なので外にね、ちゃんと出たいと思います。一人ぼっちだからね、外に出ないと気分が落ちてしまいますので、外に出たいと思います。真っ白、雪かきをしないと。はい。ジムが終わって、これから、かな、なんかコストコに行こうと思ったんだけど、コストコさ、今ランチタイムなんだけど、土曜日、今の時間多分めっちゃ混んでるんだよね。すごい疲れた、でも。てかお腹空いたね。どうしようかな。まあ、いや、コストコ行こう。はい。頭ボソボソ。コストコに行こうと思ったんですけど、ちょっとやっぱりお腹が空いてしまったので帰ってきました。今はもうすぐ1時です。やっぱりお腹空いたから食べます。ランチの準備をしたいと思います。
本日のご飯はハサミが3本とスイートポテトが少しとキヌアと日本の白米を混ぜたもの、そしてセロリです。でもちょっとねこれ難しいな、あの白米とさキヌアを混ぜたからカロリーがちょっと分かりませんまあとりあえずいただきたいと思います。で最近私がねすごいあの薄々というかあもう完全に気づいたことがあるんですよ。このカットダイエットもう2週間やるって言ったから2週間やろうと思うんだけど、けどね私がね気づいていることがあって、それは私はもうずっと同じようなカロリーを食べ続けているわけなんですね。もう多分去年とかから多分ずっと平均的に1500キロカロリー食べてて、今カットダイエットと言いつつも運動した日は1500カロリーぐらい食べてるわけですね。つまりずっと一緒なわけなんですよ。もう完全にずっと1500キロカロリー食べてるんですね。平均してあの本来ならそれでマイナスが作れてるはずなんですよ。1500で作れてるから体重が減るはずなのに、本当に平均して体重を見るともうこうなわけね。でこれはなんでこうなってるんだろうってずっと私は疑問だったんですよ。だけど私はもう、ね、分かったんです。これがなんで起きてるのか、もう完全に代謝がそれになってる。私のメンテナンスカロリーがいつも食べてるダイエットのカロリーになってしまってる。あの一生これを続けてたとしてももう私の代謝はもうここまで下がってるから減らないわけですよ体重が、っていう風に思ってるんですね。で最近体重がちょっと減ったのはオレンジセオリーでめちゃめちゃ有酸素をしてるからですね。でもあれはね現実的に見てあの継続がしにくいと思うわけです。で私は日本に帰ったらオレンジセオリーはあのもう行けなくなるから、行けなくなるし、あと有酸素は私は嫌いだからしたくないんですよ本当はしたくないし、あとやっぱり有酸素をそうやってずっと続けてるとだん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 有酸素で消費できるカロリーっていうのもやっぱりあの体は慣れてきてしまって消費とかもねしなくなってくるわけですね。そしたらねもうどん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 苦しい状況に追い込まれていくわけですよ。もうずっとカロリーデフィシット、カロリーのマイナスを作ってるはずなのにね、有酸素をしてやっとマイナスが作れるっていう状態になってるって気づいたんですね。これはあの一応カットダイエットをするって決めたし、今あのオレンジセオリーに行ってそれで有酸素をしてるおかげでちょっと減ってきてるから、それでもう1週間やってみてそのオレンジセオリーで、ね、有酸素もして、で今のカロリーで痩せられるのかっていうのは見ていきたいと思います。だけど私はもうこの2週間のカットダイエットで1回カットダイエットは本当に終わって、でやりたいと思ってるのがリバースダイエット。リバースダイエットっていうのはまあ普通にその言葉の通りリバースだからね、ダイエットの反対というかダイエットと逆のことをするので、カロリーを増やしてそれで私の代謝をちょっと元に戻したいなっていう風に思ってます。このリバースダイエットっていうのはめちゃめちゃ時間をかけないといけないから、あのこのダイエットっていう面で見るとめちゃめちゃ長い道のりになるんだけど、もう1年とかかかるかもしれないですけど、だけどねこの今後の私の健康を考えて1300とか1500とか食べてても痩せないんですよ多分今の私だと。だから一回代謝を戻すっていうこのね作業をしたいと思います。そうリバースダイエットっていうのは本当にちょっとずつカロリーを増やしていくんですね。一気にカロリーをこう上げるとやっぱり脂肪として蓄積されてしまうので、本当になんか体が徐々に慣れていくようにこうボボボボってちょっとずつ時間をかけてあのカロリーを増やしていこうと思いまして、代謝を戻して、で今のねこのカロリーだとやっぱりあの筋肉とかもさつけられないわけですよ。まあダイエットしてるからだけど、けど私やっぱり筋肉もねもっとつけたいし、今なんかどんどん落ちてる感じもするんですね。でなんでこれを気づいたかというと、私前はあの懸垂がさ3回はできたのにもう1回もできなくなっちゃったんですよ。筋肉も落ちてるし体重も減らないし、私はもう完全にスタックしてると思って、このもうどこにも行けない場所にいてスタックしてる。これ以上カロリーも減らしたくないし、だから痩せらないし、これ以上有酸素を増やすこともしたくないしという感じで、本当に私はスタックしてるから、カットダイエット終わったらリバースダイエットをしたいと思います。リバースダイエットが何かっていうのはちょっと別の動画でねあのお話ししたいと思うんですけど、私ね本当に最近もずっといろんなダイエティシャンとかパーソナルトレーナーとかそういうプロフェッショナルな人の動画とかそのアーティコル文章とかを読んで、今はこんな感じで食べてでめっちゃ動いて頑張ってますけど、これはちょっともう限界がある、もう疲れるしはい、あの作戦を変えてね、長い年で見てめちゃめちゃ長くなるかもしれないけど、代謝を戻すっていうそういう旅に出たいと思います。お昼ご飯食べます。いただきます。お昼を食べた後は、まあいろいろ作業とかしてて、今日は家にいようかなって思ったけど、ちょっと今日の活動量は少ないと思うと思うと、活動量とかこの歩数をね、歩数を増やすためにもちょっと出かけようと思います。ただホームグッズっていうお店に行って、であとはスーパー行けたら行ってっていう感じで、歩くためにスーパーに行きたいと思います。感じで行ってきます。
はい、ただいまです。結局ね、コストコに行っていろいろ買ってきたのと、あとねホームグッズっていうお店でいろんななんか家具とか、まあ、雑貨とかが安くなってるのかなというお店に行って、で今クリスマスツリーがあるんだけどオーナメントが何もなかったからね、これを買ってきました。まあ12ドルだったから、なんか白っぽいのがいいなと思ったんですよ。私は白だったら、まあ、どんな家にでもね合うかなと思って、で私は白色が好きだから白いオーナメントを買いました。あとはコストコではタンパク質はチキンとサーモンがまだあるから野菜だけ買ってきました。アスパラとブロッコリーと、あとはさつまいも、あとは小腹空いた時のみかんみたいなすごいちっちゃいのみかんと、あとシナモンがなくなってたからシナモン、これ全部で30ドルでした。じゃあお腹空いたので夜ご飯を食べます。夜ご飯サーモンとキヌアとセロリです。はい、ということで夜ご飯の時間になりました。めっちゃさニキビができたんだけど、最近ねほっぺたにできるんですよ。ほっぺたにできる理由っていうのをね調べたらね、なんかストレスっていうのが出てきて、それかファンデとかね化粧の残りがついてニキビになるって書いてあったんだけど、ストレスなのかなわかんないんだけどね、そんなストレス感じてるつもりはないんですけど、ニキビがねできました。で治らない。左だけなの、しかも左の頬。なんでですか？私あんまりさニキビとかできないし肌荒れあんましないんですよ。だからね、なんでこうなるのかとかねわからないわけ。タンパク質がサーモンになりました。こちら 146g あります。でこれはセロリです。セロリはね普通焼かないけど、なんか冷たいセロリをさボリボリかじるのもちょっと嫌だなと思ったから、これはねエアフライヤーで焼いたんです。ああ、セロリってさ、本当にもう何回も噛まないとね、全然ね、噛めないんだけど、セロリね、食物繊維がね、まあ大体9本ぐらいのセロリがありますね。で、この9本ぐらいのセロリで、食物繊維が 5.8 も取れます。繊維質がいっぱいだからさ、噛まないといけないんだけど、でもね、食物繊維がいっぱいだから、いいと思います。お通じが良くなるはず、これで。で、キヌアもさ、食物繊維が結構入ってるから、夜ご飯の結構取れてんじゃない？あ、でも 8.5 か。まあでもさ、一食で 8.5 の食物繊維は結構取れてますよね。今日全部で38も取れてるわ。38の食物繊維が取れてますので、だいぶ取れてますね。あ、セロリ食べてたらさ、こっちに全然たどり着かない。ベジファーストで食べるから、野菜を食べてからこっちに行くんですよ。このご飯とかタンパク質。このセロリ一本一本食べるのになんかもう1分ぐらいかかるっていうね。はい。でね、今日はさ、私ね、今日っていうか、ケイシーがいなくなってから私は一人ぼっちでね、生活してるわけなんだけど、まあアメリカで一人ぼっちで生活してるって結構なんか成長したなって思って。昔だったらてかさ、アメリカに引っ越したばっかりの私だったら、一人でアメリカにはいられないわけですよ、多分。だってショッピングとか行くにもさ、絶対車使って、車運転して、でガソリンなくなったらガソリン入れ、カードを使ってやってやるわけじゃないですか。昔の私なら絶対できなかったわけですよ。だけど今日はもういろんなところに運転していろんなところを見て、でホームグッズに行ってなんかオーナメント買ったりとか、コストコに行ってね野菜を買ったりとか、私って一人でアメリカ住めるんだって思って、ちょっとねなんか自信がつきました。で私働こうと思えば働けるんですよ。しかもね、私この前タイレストランの友達に会って、なんかもし働きたかったら別になんか1日でも3日でも働いてもいいからねとか言われたんですよ。でオーナーもねすごい緩い人だから、なんかすごいフレキシブルに入りたい時入っていいよとか言って、え？緩みたいな。そうだからね、働きたい時働くこともできるわけですよ。そしたらね、私はね本当に生きていけるなとか思って。そう、あのタイレストランは1時間14ドルかな。で私あと保育園にもまだ所属してるんですね。一応全然全く入ってないけど、保育園もシフトを入れれば入れるんですよ。そっちは1時間で15ドル17ドルだから、働こうと思えば働けるっていう状況で、まあ、私ってアメリカでどれでも生きていけるなと思って、が誇りに思いました自分も。そんな感じでとりあえずご飯食べたいと思います。はい、ということで、せっかくね買ってきたので、ちょっとクリスマスツリーにね飾りたいと思います。できるだけアクティブに過ごそうと思って、あんまり椅子に座ってません。とりあえず一旦ね、今日は私は動きたかったのでいっぱい動きました。で可愛くない？キラキラ、めっちゃキラキラ。可愛い。私さっきさ、リバースダイエットをしたいと思ってるっていうお話をしたじゃないですか。なんだろう、私みたいな人って多分めちゃめちゃいっぱいいると思うんですよ。長い間体脂肪を落とそうとして、カロリーのマイナスをずっと作り続けてるのにもかかわらず、体重とか体脂肪とかも何も変わらないでずっとこうなってる人って多分いっぱいいるんじゃないかなって思うんですよ。日本人の方は特にさ、やっぱりみんな細いじゃないですか。なんかみんな細くなりたいじゃないですか。だからダイエットする人も多いと思うんです。
んですね。それと同時に、まあ日本って美味しい食べ物がいっぱいあるし、なんか日本は飲む文化とかもあるから、多分太りやすいっていうか太るのも簡単だと思うわけですよ。多分ダイエットをしては太って、しては太ってっていう、こういうなんかもうずっとこうなってる人っていっぱいいるんじゃないかなっていうふうには、そういうふうに思ってるんですけど、リバースダイエットが向いてる人っていうのはね、カロリーのマイナスをずっと作ってる。1300から1500くらいの食べてて、で運動もしてて、ちゃんとマクロとかを測ってて、カロリーとかね測ってて、ちゃんとマイナスをずっと作ってるのに痩せない人、これです。はい。だからヘルシーな生活をしてるんだけど、でも変わってないと、ずっと。それは私はね気づいたんですよ。それで、あ、私はもう完全に代謝が終わっているということで、私がマイナスとして設定してたカロリーが私のメンテナンスカロリーになってしまったっていうのに気づいたんです。カロリーのマイナスを作ってるのに変わらないっていう人は、ちゃんと食べてあげた方がいいと思うんです。一回ちゃんと食べて代謝を戻して、そしたらやっと体重がまた減らせるラインに立つと思うので、っていうのをね私はやりたいと思ってるわけです。なのでこのリバースダイエットに関してはちょっとまた今度違う動画で詳しくお話ししようと思うんですけど、ちょっと今回の動画をちょっと見てほしいなっていうふうに思います。はい、とりあえずクリスマスツリー飾ります。この紐使わなきゃいけなかったんだ。だからおかしいんだ。だから壊れちゃったんだ。ちなみにここにたくさんある箱は、家族とかのね、クリスマスプレゼントです。で、かわいい。ちょっとはぎてる。もうちょっと欲しい、ね。